いやー、切ない原石だよ。幻想どものおかしな隠れ家。続きやっていきたいと思います。前回、シンシアが殺されたきっかけの裏には、村の大人たちが関わっているという、そんな感じがありましたが。あ、起きた時で終わったんやな。木曜が始まって起きた時で終わったんだったな。とりあえず、アンジェに話しかけてみよう。お。あ、アンジェ、おはよう。今日はなんだか暗いよね。あ、ベル、おはよう。木曜何があった日だったっけな。あれ、アンジェ、どうしたの？顔色が悪いけど、どこか具合が良くないの？ベル。ううん、なんでもないわ。そうか、それならいいんだ。でもアンジェ、もし何かあったらいつでも言ってね。気分が悪いとか、頼りになれないかもしれないけど、僕にできることなら何でもするからさ。わかったわ。アンジェ元気がないな。やっぱり昨日見た夢のせいなのかな。それじゃあ僕、向こうに行ってるから。木曜何があったっけ、全然覚えてないけど、一周目。まあ、いや、向こうに行っといてで、寝ればさすがにせんだろうな。向こうに行ってるからで何すればいいんだい？ん？ベルがいてくれてよかったわ。え、ほんと？そうかな。それじゃあアンジェ、一生僕と一緒にいようよ。結婚しよう。うん。それなら、なんというか、よかったよ。もしかしたけど、もしかしたけど、プロポーズしたら、OK してくれるんじゃないの？こちらは結構どうすればいいのかわからんような状態になっておりますが。あ、あれ？体に力が入らない。ぐるぐる回って。あ、そういや、頼れとったな、木曜ぐらいに。バダ！倒れとったけど力が入らないみたいな。何が原因なんこれ。ベル！あ、アンジ、あれ？僕どうなってるんだ？誰かに薬飲まされたんか。アンジがそんなことするはずないし、一体誰が。ベルったら、あなた倒れたのよ。やっぱり無理してたんでしょう。具合が悪いのはあなたの方じゃないの。やっぱりアンジはアンジだな。何言ってるのよ。ねえ、私にできることはない？あ、それなら何かしょっぱいものが食べたいな。わかったわ。で、しょっぱいもの持ってくるんやな。何だったっけ。持ってくるの早いな。おい、俺パート一つぐらい使ってようやく手に入れたもん、もう持ってくるの早いな。もの一瞬で持ってきたな、アンジェ。 NPC がやったらこんだけ早く持ってくるんだね。わー、俺 NPC に負けとんやけど。はい、これ。これは？しょっぱいもの。アンジェ、ありがとう。なんか、元気が出てきたよ。そう、それならよかったわよ。はい、じゃあこれ、アンジェの分。で、二人、なんか分けたんよな。ああ、あの昔のベルは可愛かったのにゃ。確かに可愛かった。ショタベルが結構可愛かった件について。でも今の僕はかっこいいでしょ。ブブー。この微妙な空気で終わる。そして僕は昔になんか戻りたくないよ。この意味がようやく分かってきたっていう感じなような。この2週目にして分かった感じになる。さて、元気もできたし、今日も出かけよう。何しに？目的もなく出ていく感じ。出ていくって言うのは、つまりこっから出ていくっていう意味だろ。散歩、ただ散歩しに行くだけじゃあるまいな。めっちゃ静か。こんだけ静かだったっけ。わからんけど。家畜小屋。ヤギおらんもんな、もう。ああ！また新しいヤギを犠牲作った。あ、そうか、食料取りに来たんだよ、これ。アンジェの食料、ヤギの血。とか言いながらさ、ヤギの死体がアイテム欄から系統圏さ、もういえ、ヤギの全てをアンジェは丸飲みしたんじゃないかっていう解釈ができるね。これ、毎日一匹ずつ潰していかなあかんのか、これ。
また明日になったらもう一匹潰しに来るんだろうな。あれ？食べ物がどこにもない。食器だけだ。やっぱりバレて。どうしよう。他の場所にないかな。マジか。隠されとんか。ベルの家、お金持っちゃうけん、食料があってもおかしくないはずなんやけどな。こっちかな。ないな。この中とか？ベッドの中とか？夜食とかない？夜食。ふふ。フック。なんだこれ？僕が小さい頃に描いた絵じゃないか。父さん、なんでこんなところに？ははは！なんだかんだ言うて息子のことを大事にしてるいいお父さんやないか。あんなこと言いようけど息子のことめっちゃ大事にしてるやん。ギャップだ。ギャップがあるぞ、お父さん。いいお父さんじゃないか。こんなんなかったぞ、さっき。食べ物こんなとこにあったー。さっきなかったやろ。ポンといきなり袋出てきたけど、どういうこと？帰っていいかな。とりあえず食べ物を手に入ったけん。だってポンって出てきたん、これ。あからさまにさっき、買い物行ったばかりよ、みたいな感じで、お母さんが買ってきたみたいな感じになってるよ。怖い。オカルトや。お母さんの顔全然見てないのに。怖いわ、この家。透明人間なん。お母さん透明人間なん。あら、ベル、お帰り。なんか、最近よくいなくなるわね。え、お母さん。透明人間だったろ。ややな、ベルのお母さん、透明人間とか。よし、帰ろ。え？帰るのか？ベルンと。バレとるやん。お父さん。父さん。なんで、今まで。俺はずっとここにいたぞ。気づかなかったのか？お父さんの方が透明人間か、これ。お父さん透明人間だった。お母さんじゃなくて父さんだったの。父さんの方が透明人間だったの。透明人間が父さんだったの。ああ父さん透明人間として、透明やってベルンドの様子伺っとったの？まあ、隠れてはいたが。今までも？ああ、もちろん。お前が月曜日に吸血鬼を連れ出したことも、萌えのどこかにある隠れ家にかくまっていることも知っているぞ。わ、お前の全てを知ってるぞの状態で、桜井翔や。あなたの全てを知っていますね。ザ・クイズ翔や。な、そんな、全部バレてしまったんじゃ。ベルント、お前は何もかも甘すぎるんだ。素人の朝知恵で俺を出し続けるとも思ったのか。わあ、お父さん探偵じゃん。もう探偵スキルバリバリじゃん。東の名探偵工藤新一に勝るレベルかもしれないな。お前が急に素直になったあたりからおかしいとは思っていたんだ。わあ、そのベルのちょっと変わった部分から、え、おかしいなっていう推理が始まっとったんじゃ。やばい、洞察力高すぎる。お父さん、あんなところに吸血鬼を閉じ込めてどうするつもりだ。場所前もあると、僕が何を言ったって聞く気すらないくせに。そんなことを今ここで僕が話すとは思うか。ベルント、お前は自分がやっていることが本当に安住のためになると思っているのか。え、どういうことだ。お前は強くなりたいといつも言っていたが、強くなるということは現実を受け入れ大人になるということだ。今のお前は目の前の現実からただ逃げているだけ。自分勝手の独善主義を振りかざしているだけだ。それが大人の特権か。俺だってな、アンジのことは本当の娘のように思っていたぞ。あの頃の父親は俺の親友だったからな。だったらなんで。それに確かにアンジは自我を保っているように見える。だが彼女は立派な吸血鬼だ。吸血鬼でも下級になれば自我を保てる場合があるんだ。吸血鬼は俺たちの敵だ。もう元の人間とは何もかも変わってしまっているんだ。お前や俺の知るアンジュはもうすでに殺された。今の彼女は確かに姿形はアンジュにそっくりかもしれないが、あれはもうただの化け物なんだよ。だからといってアンジュは笑っとったぞ。アンジュはベルに見つめられて恥ずかしがっとったぞ。半分こしてくれた時のアンジェはアンジェのままだったぞ。それでもアンジェじゃないと言えるんか。
吸血鬼を倒すことがアンジュのためにもなる。今のままではアンジュは神に召されず永遠に苦しむことになってしまう。そんなの冒険だ。お前でもわかるだろう。あの子は優しい子だったから、自分が人を傷つけることが何より強いはずなんだ。そうやな、よう考えたらベッドの中でうなっとったな。気づいたもんな、自分が吸血鬼ってこと。でもって辛いんやな、傷つけることが。傷ついてあんな感じでうなっとったんやな。確かにお父さんの、あ、騙されんぞ騙されんぞ。でも俺はベルの味方でおるぞ。お前、しかしベルはどう思うか。本当にアンジュを救いたいのなら、本当に強くなりたいのなら、どうすべきなのか考えなさい。お前ならきっとわかるはずだ。今からでも。あ、でもベルはこの現実から逃げる。いや、アンジュの味方。ん？何これ。え、今のは何？今のなんすか。ああ、ベル、お前今の、え、何の状態でそんな笑顔でいられるのか、いけるのか。何だった今、すごい気になるんやけど。セーブセーブセーブ。あれ、何事もなくここまで来てしまった。一周目だったらこの辺りからあのアンジが地下のことを探り始めそうな頃だったような気がする。いや、次の日の金曜からだったけどな。まあ、とにかくその辺りちょっと怪しいなってくる頃やけど、アンジェの方が。あ、アンジェ、アンジェ、大変なんだ、早く逃げないと。わー、出来上がってるなこの顔は。吸血鬼として出来上がってるなこの顔は。アンジェ、早く逃げないと、僕とこっちへ。いや、これ第3回始まるんちゃうんか。第3回アンジから逃げよう、そしてアンジの目を覚まさせよう会が、選手権、アンジの目を覚まさせよう選手権がまた呼びかけに必要なボタンは1つではありません。もう2つのボタンを同時に押さなければ道は開かれないでしょう。新しいもん出すんじゃない。え、 A と Z、 え、そんなシステム。あ、まずさ、呼びかけるシステムやめませんが、ちょっとその呼びかけるシステムさ、俺にはちょっと辛いんですけど、あと握る道ちょっと減ってますからよ。え、この前みたいに、え、ボタン連打しよったらいけるかないですか。あ、いけた。アンジェ、話を聞いて。でも1回目じゃダメでしょ。1回目は早いダメでした、残念。よっしゃ、2回目、いいぞ、今回はペースいいぞ。ただ君を救いたいだけなんだってば。救いたいって言葉すらも、あった。3回目、アンジェ、お願いだから目を覚ましてよ。こんなのはアンジェだって嫌なはずだろう。そうだよ、うなっとっただろうが、本能的に。あ、3回で終わった、よかった、5回とかならんかった。ごめんなさい、アンジェ。よっしゃ、落ち着いた。ふう、ごちそうさま。食べるんじゃ、結局ヤギは食うんじゃ。はあ、なんだか疲れちゃった、私もう寝るわで。本当に疲れたのは俺だよ。このまま続けていったったら家のヤギがどんだけ、もうモタン、家のヤギがモタンよ。もうヤギの会にお父さん連れてくるのこのあかんようになってくる。どうしよう、あんな状態のアンジじゃ連れて逃げることなんかできないじゃないか。どうしたら何か手がかりは。吸血鬼を抑えるようなもんがないんかな。吸血鬼の力だけ、吸血鬼の力だけ抜くようなもん。あんな本に書かれてなかったけど、なんかあるのか。アンジェ、僕は。ベル、どうしたの。なんでもない、なんでもないんだけど。え、一体どうしたら。何か手がかりは。手がかりはどこにある。やっぱり下になんかあるんじゃないの。お、隠れ家、これだ、聞いたことがある。この家にたどり着けるのは家に招かれた人間だけだって。だから昔は、もし魔女が死んだ今でもこの魔法が残っているとしたら、この魔法にかけよう。もうそれしかない。僕も寝よう。魔法の内容全然見てなかったわ、ごめん、飛ばしとった。フライデー、あ、魔法ってあれか、大人は家に来られないとか、そんな感じのやつか。
要は魔法をかけて大人たちがここに攻め込んかったら勝ちみたいな感じだ。今までで一番嫌な朝だな。アンジェは？そろそろアンジェがベルを殺しに来るっていうか地下を見に来る頃なんよな。一瞬目でそうだったもん。というわけで今回はここまで。さあ次回、そろそろ終盤に差し掛かってくることでしょう。果たして、一周目と違う展開になるのか。では皆さん、週明け。あら、最近買った食べ物が消えてるわ。しかも、家畜のヤギも一匹消えてるわね。どういうことかしら？あのヤギ、大きくなったら焼いて食べようと思ってたのに。もしかして泥棒かもしれないわね。透明になって感心してよ。